風邪に使用される漢方薬について紹介します。漢方は一般的に長く飲まないと効かないと思われがちですが、実はもともと急性の熱性疾患の治療薬として作られたのが起源で、比較的早く効果が実感できます。そこで今回、風邪の引き始めに効果のある漢方、風邪がこじれて長引いている時に効果のある漢方、風邪の回復期に効果のある漢方、この3つを紹介していきます。まず風邪の引き始めの漢方2種類をご紹介します。1つ目は葛根湯。一度は耳にしたことがあるかもしれません。葛根湯は体力がある方の発熱、悪寒、背中のこりに効果があり、風邪をひいた時に汗をかかない方向けの漢方です。これに対し2つ目の漢方、魔王牛脂最新湯。こちらは体力がない方で熱があまり上がらず、冷え性の方向けに使用される漢方です。配合されている牛脂や最新という生薬は体を温めてくれる作用があります。これらの漢方の効果をより高める服用のコツについて説明します。まずは1つ目。風邪の時は体を温めて発汗を促すことが大切であるため、服用の際はお湯に溶かして使用してください。発汗は少し汗ばむ程度で十分です。発汗後に体が楽になる感覚が出たら、漢方の服用は中止していただいて構いません。2つ目に、漢方服用後はお粥や温かいうどんなどを食べ、2時間ほど布団に入って体を温めて休めることが重要です。そうすることで温熱効果を助け、早期に発汗を促し治癒に導きます。次に、風邪がこじれた時の漢方についてです。先ほどご紹介した葛根湯や魔王牛脂最新湯は効かないため、サイコという炎症を抑える生薬が含有されている漢方を使用します。有名な漢方薬はサイコ桂枝湯です。これはサイコがベースになっている小サイコ湯と、風邪の初期に使用される桂枝湯という漢方をミックスしたもので、守備範囲が広い漢方薬になっています。常備薬を飲まれても風邪が良くならず、長引いた時の風邪に試してみてください。次に、風邪の回復期の漢方についてです。風邪から回復してもだるさや疲労感が残っている時、または毎年風邪をひいてしまう方の予防におすすめなのが補中益湯です。補中益湯は疲労倦怠感、食欲不振に使用される漢方ですが、免疫機能を高める作用が報告されています。インフルエンザの予防で補中益湯を服用した人、服用していない人で検証した報告では、補中益湯を服用した人の方がインフルエンザの罹患率が少なく、罹患した場合でも回復が早かったという報告がありました。予防としてぜひお試しください。冬場は風邪が流行る時期ですので、漢方も上手に使用して体調を整えていってください。